始まるよ。ご来店ありがとうございます。こんにちは、ゆちゃんです。今日はダイソーから新発売されたスキンケアパウダー D2 種類をレビューしていきたいと思います。はい、ということで今回はこちらのスキンケアパウダー D っていう商品をレビューしていきたいと思います。で、こちらね、蓋のところに書いてあるんですけれども、200円商品になっていて、こちら日本製ですね。で、こちらがどういったアイテムかっていうと、フェイスパウダー、ボディーパウダー、ヘアケアとして使える全身用のスキンケアパウダーです。で、ここにね、24時間使えるスキンケアパウダーっていう風に書いてあります。まあ、24時間使えるスキンケアパウダーということで、なんかすっぴんパウダーみたいな感じで使えるのかなって思います。で、こっちのピンクの容器がベリー&バニラっていう香りになってて、こっちの水色の方がシャボンの香りですね。 20g 入ってます。じゃあちょっとね、どんな感じの商品なのかまだ分かってないんですけど、開封していきたいと思います。見てください、めっちゃ可愛くないですか。この上が蓋になってるのでちょっと開けてみます。硬い。え、硬っ。待って、開かないんだけど。うっそー、開かない。ちょっとね、今分かりました。こうやって回すと永遠に開かないので、このキャップの隙間に爪を入れて、こう上にね、こうすると開きます。まずこっちのベリーバニラから。結構匂いが強めで、すごいいい匂いする。中身はね、なんかこんな感じで、めっちゃ粉が入ってます。で、これちょっと、穴が大きすぎて、これパックに出すとすごい一気に出そうなので、じゃーん。今回ね、こちらも一緒に買ってきてみたんですよ。こういう感じのね、パウダーケースなんですけど、こんな感じで穴が開いてて、ちょっとこの蓋を取って、この粉を入れていきます。うわー。うわわわわわわわ。はい、こんな感じ。そして、これ、このね、コンパクトパウダーパフってやつも買ってきたので、ほら、これ大きさぴったり合うんですけど、ちょっとこれね、使ってみます。まあ、そこまでめちゃめちゃ白くなるって感じでもないかな。ベビーパウダーとかよりは全然白くならないですね。結構甘い、甘ったるい感じの匂いがする。ちょっと甘ったるいに入るかな。匂い強めですね、結構。まあ、塗っちゃえばそんなにわかんないけど、まあ、やっぱり嗅ぐと結構匂いしますね。やっぱりこういうね、パウダーケースは買ってた方がいいかもしれないですね。こっちのシャボンの方はちょっとね、ケースがないので、これ危険だよね。あ、でもこういう風にできるのか。あ、なんかこっちの方が結構好き嫌い分かれないかもね。よくあるすっぴんパウダーとかの香りにちょっと似てるかも。顔にも使えるらしいので顔に使っていきたいと思います。テカリが消える。で、なんかのせてみた感じ全然こう白くないから、なんかベビーパウダーとかってちょっと顔に使うと結構真っ白になっちゃうんだけど、これだとそんなに白くなんないというか、ほとんど白くならないですね。テカリはすごく抑えることができるので、ちょっとこうマットな感じになったの見えるでしょうか。髪とか顔とか全身に使えるみたいなので、私は結構日焼け止めを塗った後に結構ベタベタするのが嫌なので、上からはたいたりとか、あと前髪が夏になると結構こう汗でね、ペターってなっちゃうと思うんですけど、おでこにね、このパウダーをはたいておけば前髪がね、綺麗にキープできるんじゃないかなと思います。24時間ね、使えるってことなので、なんか彼氏のうちにね、お泊まり行った時とか、ちょっとだけこう肌を綺麗に見せたい時とかにはたくのも全然いいと思います。この商品めっちゃいいですね。前にね、動画で紹介したんですけど、今私このサラのボディパフパウダーってやつを、まあ、これはね、一応 UV 効果が入ってるんだけど、日焼け止めを塗った後に上からはたいたりして使ってるのね。なんか使ってみた感じ、この2つも全然これと何ら変わりない感じで、普通に使いやすかったです。まあ、これで持ち歩くのが結構大変なんで、やっぱこういう感じに詰め替えて持ち歩くのがいいかなって思いますね。はい、ということで今回はこちらのスキンケアパウダー D を実際に使いながらレビューさせていただきました。この夏にね、すごく大活躍するアイテムなんじゃないかなと思うので、
ぜひ見つけた方は試してみてください。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、チャンネル登録ボタン横にある通知ボタン、評価コメントよろしくお願いします。 Twitter、Instagram も頑張って更新しておりますので、よかったらチェックしてみてください。ゆちゃんでした。バイバーイ。